はい、皆様こんにちは。みきこチャンネルのみきこと申します。よろしくお願いします。今回は、こちら原田先生のカラーレシピ、こちらの本のレビューをしていきたいと思います。ネタバレ要素がありますので、まだこの漫画を読んでいませんっていう方はここで回れ右 U ターンをしてください。ですね、こちらまずあらすじから言ってしまうと、ここにも書いてあるんですけど、生真面目で不愛想だから人気のないことが悩みなスタイリスト小吉の店へ、嫌味でお調子者のトップスタイリスト福助が入ってくる。まあそんな感じ。一番最初のところはね、その受けの子がまず生真面目で不愛想な子です。本当に接客業向きではないのに、美容師さんをやっているっていう子です。でそこに、他のお店のトップスタイリストをやっていた攻めの福助くんがそのお店に入ってきます。でその入ってきた理由っていうのが、もともと受けの子のことをこの攻めの子は知っている状態で、その受けの子目当てでそこの美容室に入ってきます。でそこからいろんなことが起こるんですけど、まずね、この攻めの男の子がサイコパスです。で、ストーカーまがいなことをやってみたり、結構頭脳戦でその男の子、受けの男の子を、落とそうとしている感じでした。愛が強すぎて狂気じめているっていう感じに見える人は見えるだろうし、ただの、サイコパスじゃんっていう、何これ怖い、いや、いやだ怖いって思う人もいるかもしれません。まあ多分これは、好き嫌いがちょっと出てしまう漫画かなっていうのが私の率直な意見です。でここからは私の感想なんですけど、私はもう本当にこの動画、このみきこチャンネルでも何度も何度も言ってるんですけど、お下列田中先生の漫画が大好きで、で特にエスケープジャーニーが大好きで、でそのエスケープジャーニーってどういう話かって言ったら、同性愛っていうものは結局はどこにたどり着くんだろうっていうのを、同性カップル、ゲイカップルの男の子たち2人が葛藤をして、一緒に付き合っていく中で葛藤をしながら、お互いにその同性愛の先にあるものは何だろうっていうのを悩みながら付き合っていくみたいな、まあどちらかといえばほのぼのと、あとギャグ要素が入ったような感じの漫画で、中には切なさもあり泣ける部分もありっていう感じでした。でそういうのが私好きなんですよね。結局どこかで感動するところがあったりとか、あとやっぱりそのお互いがお互いじゃなきゃダメなんだっていう感じの物語がすごい好きなんですよ。誰でもいいから付き合いたいとか、そういう感じのに見えてしまう表現がある漫画とか、あんまり好きではなくて、やっぱりこう攻めの方が受けの子のことを本当に大事にしていて、受けの子の方が攻めの子のことを本当に好きだって思ってるみたいな、そういうほのぼのとした恋愛のものが好きな人なので、私はなので、ちょっと今回のこのカラーレシピっていうのは刺激的だなっていう感じの感想でした。衝撃的というか、物語的にはストーリー的にはものすごく面白くて、小説とかにしたら面白いだろうなって思うような内容の漫画でした。だから、そうだな、なんかミステリー要素があるようなものが好きな人とか、例えばほのぼのとかまったりゆったり系にちょっと飽きてきてしまって、まあたまにはちょっとサイコパス的な感じのやつ見たいなっていう人にはおすすめの漫画です。今回のこちらのカラーレシピ、こちらの評価、私の中の評価は5点満点中2点でした。やっぱりね、私はね、ほのぼのまったり系が好きだなっていうのもあるし、本当にほのぼのとした恋愛と、あと感動系が本当に好きなので、ちょっとね、感動とは程遠いちょっと怖い終わり方をしてしまっている漫画だったので、
ちょっと自分にはハマらなかったです。はい、でも好きな方は本当に好きな作品だと思いますので、よかったらぜひぜひ見てみてください。はい、こちらヤタモモ、こちらも原田先生の作品です。ヤタモモと、はい、米田光先生のそれでも優しい恋をする、この2作品まだ私読んでいないので、こちらを読みましたらまたレビューをさせていただこうかなと思います。はい、それでは FTX ジェンダーの私ミキコはですね、ツイッターをやっております。こちらアットマーク JSMDMMM で検索してみてください。絵を描いていたりとか、アクアリウムのことをつぶやいていたりとかします。ボーイズラブ BL のことを語っているってことはないと思うんですけど、よかったらぜひぜひ友達になってください。よろしくお願いします。そして今回のこの動画が良かったと思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。はい、ではカラーレシピ、私の評価はちょっと低かったかもしれませんが、他の人にはすごい人気の作品ですし、今すごい流行っている漫画なので、ぜひぜひ読んでみてください。こちらのレビューだけが参考にはしないでくださいね。はい、それではここまで見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。